こんにちは、ゆうです。やってきました、パズドラのおすかです。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい。今日も無課金サバカ、芝居の丸、やっていきたいと思います。やけども治りました。はい。ここのね、舌とね、唇の上が当たるとこがちょうどやけどしてたんで、もうね、ただでさえ滑舌悪いのに、もうただでさえもっと悪くなるっていうね、ただでさえ2回言うと思ったね。はい。それではね、今日はね、また、超重力ドラゴンダッシュ、カッコ1に挑んでいきたいと思います。もう出てたんですけどね。はい。今日はね、グランエルブ使って、はい、やっていくんですけど、このアカウントね、黒飛び引けてないんですよね。もう、なんかね、黒飛び一体編成と考えるより、もう、ならいっそ、もう、違う、タイプの進化を遂げた編成で、ちょっとクリアしていきたいと思うんで、それではね、パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、グランエルブに少し黙れって言います。はい。それではご紹介しましょう。はい、リーダーのグランエルブに、消せない解除に、より一ゼロ式武器ですね。はい。一応、いいか。はい。で、サブにネズコですね。ネズコにスキルチェーン2つ、アセストン光線剤に、これが薄いやったっけ、金魚の式紙の武器ですね。6体制。2つになっております。で、こちらカイトですね。僕、ブラックバードを2体持ってないので、カイトに、カーリーに代用に入っております。まあ、ヘイストもあるんでね、変身時に。で、スキルチェーン4つに悪魔キラー2つ。こちらが虫柱の通行、金尾武器ですね。はい。で、こちらブラックバードです。ブラックバードに、スキルチェーン4つ、悪魔キラー1つ。あとは、これはクロロの武器ですね。はい。噛んでモテるかな、動画。これ、ちょっと待って。やけど治ったのに噛んでる、全然。で、こちらがクロロルシルフルですね。はい。スキルチェーン4つに、ドラゴンキラー2つ。こちらがチャコル、ハロウィンチャコルの武器つけております。で、こちらがフレンドさんの、ゼノ&シルバーに、中学生スキルプラス、で、上限解放。で、スキルチェーン2つに、スキルチェーン2つ2回言うた。で、これブレイズチェーン武器ですね。マズ武器。ストーリーマズの武器で無効貫通補ってもらってます。で、バッチャー HP プラスです。毒目覚め、毒が降ってきすぎて一回負けました。はい。それでは気を取り直して、もう黒飛びと組むことを諦めたグランエルブ編成で、それでは、最高に。はいはいはい。ちょ、マジでね、OK、OK、OK。暗闇目覚めはマジで勘弁なんで、アセストンコも全然大丈夫。これロックじゃガイアウォールって。あ、ちゃう、よかったよかった。で、まずガトツします。ガトツやったっけこれ。で、ブラックバード変身。で、クロロ変身。よしよし。で、カイト変身。で、威嚇。オッケー。で、ネズコちゃん変身。で、ブラックバード使って、これも使っとくか。ちょっと弱いんで次。で、クロロじゃなくてブラックバード使って、クロロ変身。で、アシストの子を剥がして、はいはいはい。剥がせてへんがな。ちょっと水決まらんといて。水決まったら抜いちゃうよ。オッケー、よしよしよし。で、ここもっと回復しといて、はいはい、オッケーオッケー。で、もうね、グランエルブさんには、言ってもらって、はい。ここはもうロック解除も入らないんで、黒飛びさんちゃう。黒飛びと諦めたって言ってんのに、黒飛びさんのこと忘れられてへんな、僕が。で、結構ね、グランエルブにもより1ゼロ式立つことによって、お、また DG 決まった。はいはい、もうちょっとね HP 持ってもええかなっていう感じもするんですけど、まあまあまあ全然いけると思うんですけどね。これで一気属性吸収は、あー遅延か、属性吸収ダメージ吸収か、どうしようかな、こっちでいこうか。わしもの友で構わん、よしよし、はい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 。で、これをこうして L 字にしといて、はい。結構ね、カイトの吸収とかに結構依存しがちなんで、
あんま使いたくないんですよね。ここも使わんとね、ブラックバード。よし。でもみ、三消し。ここ多分一発で抜けないんですよね、どうせ。ブラックバードの目覚めで、回復も降ってくることを願って、闇も。よし。はい、テープは大丈夫。で回復。回復ある？あったな。よし、これでいいか。オッケー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 。よし、で、ブラックバードが来たんで、はい、6もいか90なんかで全然余裕で。よーし。でね、次がね、九州向こう来るかもしれないんで、カイト温存っていう感じですね。その分ね、ちょコンボ加算がないんで、自力で、不満とダメなんですけど、まあ、11コンボいけた。OK、OK。よしよしよし。で、次から、カイトっすね。よし、OK、OK。はいはい、トゲか。これでね、トゲと相性もいいんで。よしよし。よしよし。はいはい。これで、はいはい。これでもういいでしょ。はい。はいはい。よし、ゲイ。で、次が、海賊ゼロか。オッケー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 。待って、回復がないんで、危ねえ！回復がないんで、ブラックバード使って。よしよしよし。はい。はい。こうでいいか。なんかちょっともったいないけど、前か。落としにもなってるんで、ちょ、明快、明快、明快。おー、T も降ってきた。よし、でいい。はいはいはい。はい。4コンボ現象ね。んで、カイトは次何？4コンボ加算か。じゃあこれ使おうか。確実に頭を潰せ。炎波は、炎波ないんで、じゃあ、ゼノ&シルバー使って、炎波かけて、残しちゃうとね、ちょっと当たった面倒なんで。よしよし。はい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 。後々っていうか、残しちゃうとだいぶ面倒なんで。はい。回復ないのに、トゲ触ってまいましたね、これ。ちょ、待て、ちょ、待て、やばい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 。あぶねえ！あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。じゃあ、ブラックバードいきます。よしよし。あぶねえ。なんかトゲ気にすぎて。コンボできてんかった。危ない危ない危ない。いや、この一旦ね、結構無駄にしたんでかいんですよね、カイトの。待って、これ、ここ、ここか。オッケーオッケー。オッケーオッケー。よしよしよし。ここまで来たらね、だいぶ抜けると思うんで。よし、オッケー。で、カイトが、次あれか、吸収。おオッケー、よし、じゃあ、闇属性の攻撃は2倍やろ？ダメージ吸収と属性吸収、オッケーオッケー。やれ。吸収して、よしよし。で、これで、カイト使おうか。サイレントワルツ。で、次が、あ、吸収か、2ターン後やから、これでいいか、これでいいな、はい、無効貫通で4消しんで、これむずいな、ちょっと これでもう限界限界限界。 OKOK 振ってきてくれた。おっしょし、これで半分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 。いや、あ、でも、グランエルブが来たまったんで、グランエルブたまったんで、オッケー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 。で、ブラックバード使って、で、グランエルブ行って、
だって色あるよね、これ。色あるよね。色っていうか、全然あるね。全然あるわ。色というか何が言いたいか、ちょっと待ってください。ちょっと緊張してるんだよ、今。超根性が厄介なんですよね、ほんまに。はい。OKOK。で、次が、3ターン属性吸収無効なんで。よしよしよし。これ T の方がいいんかな？はいはいはい。はい。はいはいはい。はいはい。まあ、4ゲシでいいか、もうこれ。こんな T 組んだら。で、次は、ハーデスドラゴンちゃうわ、これ。何やったっけ？ヘラドラが。よし。回復タイムでしょ？これ、回復タイム、回復。オッケー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 。で、ブラックバで、よしよしよし、エンハかけて、はいはい。で、グランエルブも、一応、T をより1でロシキがあるんで、持ってるんですけど、よし、これでいいか。はいはい、はいはい、はいはい。はいはい、はいはい、はいはい。そこの2個も T にしてるからよかった。まあまあ、でもいけるでしょう。イエス！オッケー、クリア。はい。あ、なんか新キャラ。え、これゲットしたことなかった？クリオース。クリオース何なの？あー、これ強なってたじゃん。お、またなんか新しいの出たで。海賊ゼロ作ってこなかった。オッケーオッケーオッケー、はい。はい、オッケー。はい、これで魔法石が5個となりました。はい、12個ですね。どうしようかな。ちょっと最後、ガチャ引きましょうか、ちょっと。ちょっと待って、ユーザー情報、コミュニティ。12個です。はい。12個なんで、スーパーゴッドレス回して、新フェスゲン出て終わりたいと思います。はい。お、マジか。これ来たんちゃう？これ頑張ったご褒美よ。頑張ったご褒美。グダース。それだね、この立派な剣と、はい。若干もう言うた時に出てきちゃったけどね、はい。終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ここら辺でもね、お開きにしたいと思います。はい、本当に。ありがとうございました。もしね、この動画良かったと思う方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。あとね、動画の感想などもいただけると嬉しいです。それではね、今回のお相手は、私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。